今回のお魚はこのスジアラです。4.5 キロあったスジアラなんですけども、お腹抜いて鱗を剥いでヒレを切って真空にしたお魚です。ちょっと一旦これをじゃあ開封していきますね。沖縄の三大高級魚と言われている魚の一つですね。これはあの赤ジンミーバイってこうよく言われているお魚なんですけども、で赤ジンの赤は色の赤ですね。でジンがまあお金を意味するこう価値があるものですね。でミーバイっていうのはこの畑のお魚のことをミーバイって言います。これで赤ジンミーバイっていう、名前ですね。よし。でこのお魚は奄美、喜界島ではハージンと呼ばれてます。で、ハージンっていうのはハーっていうのがこう赤色がなまった、まあ、この方言でハーで、ジンが まあ、お金を意味するで、ハージンですね。で、ちょっと見ていくとここの点々が見えたりして、これ本当はね、この鱗剥ぐ前ですとかツヤツヤの魚ってもうすごい綺麗なお魚なので、またちょっと撮れた時はその写真とかをアップしてしたいと思います。よし。で、よし、観察ねしていこうと思うんですけども、よいしょ。これが、口ですね。もう歯がこう尖って、一回入ったら引っかかっても出ないような感じですよね。で、まあ、短ベロは白色で、でこのお魚のすごいところが頭がめちゃくちゃ硬いんです。ここハタ系の魚でもかなり硬い方です。早速よしさばいていきますね。でまずはこう頭を落としていきますね。よし。本当はねもっとねこう大きいというか大きく見えるんですけど、ちょっと僕が体が大きいもんであんまり大きさは感じないかもしれないですけど、よいしょ。あくまでも僕こう魚さばくのとか素人なんで、まあそんな特にうまいわけではないんですが、よし。だんだんもこう、捌くのがこう、上手くなっていくところも、まあ、見てもらえたら、いいかなと、よいしょ、思ってます。よいしょ。で、この、ここですよね、軟骨に、これ軟骨があるんですけど、ここ軟骨ですね、ここにこう、包丁を入れると、でここからまた3枚に下ろしていきますね。すごい肉厚で幅が広い、すごいいいクオリティのお魚ですね。まずはさばくための、よし、切り目を、よし。で、これで、よし。で、こう、骨に沿って、レバーを入れて、よし。あんまり、ね、持ち上げるとね、見割れするんですよね。でこの手でこう肉を腹側にこう引っ張ってこうちょっと持ち上げて入れるとさばきやすいと小屋さんが言ってました。よし。
で次お腹側ですね。その子皮を、よし、よし、で両方を切り目入れたら、こう背骨の、これ山になってるんですね、背骨が。これかな、この山になっているところを角度変えて、骨と身を外していきます。よし、で、よし、で、腹骨がくっついてるんで、を外すんですよ。硬いんですよね、やっぱりこのお魚は。よし、よし、はい、さばけました。よし、じゃあこいつもちょっと半身さばいていきますね。でもう一度皮を引いて、皮を引く、ちょっと表現が正しいか分かんないですけど、皮を切って、でこれに沿って骨硬いんで、これハサミで外していきます。腹骨ですね、これが。これを。あ、早いな。はい。これで終わりです。よいしょ。ここで切ろうかな。わかりますかね、これここが白いところがこう油です。そうですね、皮とこの身の間が白いのがこう、これが油ですね。でここも油、多分めちゃくちゃ美味しいと思うんで、まあ、これは今からこう調理していきます。で今からこう調理していきますので、今回はこう湯引きにしてお魚、お刺身にして食べますんで、で、この魚をですね、よいしょ、沸騰したところにこう、皮面を下にして入れます。で、普通こう、沸騰したポットのお湯とかかけたりとか、沸騰した水をこう、皮面にかけるんですけども、この魚結構、
皮分厚くて育てたら煮えないんで、皮が僕はこうフライパンの中で皮がこう縮まってくるのを待って縮まってきたなと思ったら裏返して、でこれどれぐらい経ったら縮まってるとか皮がこう煮えたかっていうのは合図は僕はちょっと分かんないんでなんとなくでやってます。まあこれぐらいでいいかな。はい、よし、熱そう。でなんか氷水にこうつけたりとかよくあるんですけど、僕あんまりちょっとつけないですね。まあ、なぜかというと、まあ、氷がないからなんですけど、炙って香ばしくしていきます。冷やす人もいるんですけども、なんかこう温かいまま食べて、あったかくてなんかこう冷たいまま食べる方が、まあ、好きなんで、まあ、これ好みですね。よいしょ、盛り付けていきますね。よし、じゃあね、食べていきますね。これポン酢です。うまい。油があって、皮の旨味ですよね。皮もこうゼラチン質で、身と皮の間にこう油があって、身もこうしっかり甘く、旨味がすごい多いですね、この魚。よいしょ。よし。わあ、わさびの匂いがすごい。これすごい皮が厚くて、ここがすごいね、もちもちしてて味があって美味しいんですよね。よし、じゃあこれで食べてみましょう。めちゃくちゃ美味しいですね。僕お酒飲まないんですけど、多分お酒飲まれる方だったらもうすごい日本酒とか合うんだろうなっていう味しますね。まあ、関東とか関西であんまりこのお酒売ってないんですけど、もし見かけたら買ってみてさばいて食べるのもいいですし、まあ、柵で売ってるのを見つけたら買って食べてもいいと思います。それぐらい非常に美味しい魚ですね。じゃあもし皆さんも見つけたらぜひ買ってください。それではまた。